こんにちは。今日は爆中講座を取りたいと思います。で、今日の動画では爆中の一からこうやっていく練習段階の方ではなくて、爆中のそのコツの方、ポイントの方を教えます。なぜかっていうと、実際のその練習に入っていく前にバク転とかバク宙どうやって覚えるかっていうと、まず頭の中で鮮明にできるようになること、それが先なんですよ。なんでこの動画ではバク転のね、こうジャンプする引き上げのポイントと引き付けのポイント、締め、主にこの3つです。引き上げ、引き付け、締め、これだけでバク宙っていうのはできますから、まず最初のジャンプと引き上げのところ、これは角度をこう70度ぐらいかな、ここが垂直が90度じゃないですか、したら60度70度ぐらいを狙って引き上げる、手をしっかり振り抜くことがポイントです。ジャンプと同時にしっかり振り抜いてください。よくここでダメな例として、手が振り上がってない、それでも回転がかかれば回らないことはないんですよ。だけど垂直跳びと一緒で、こうしっかり手を使わないと高くは跳べないので、まずは70度ぐらいの方向に振り抜くこと。バク転はもっと低いです。ちなみに40度から45度ぐらい後ろにやりますから、まあ、それはそれでまたね教えていきます。じゃあ次にジャンプの後の引き付けのところ、ここで最も重要なことを教えますから、一番大事なことは体が締まってるってことです。一つの自分がボールのように、硬いボールのように、腹筋に力を入れて顎を締めて背中を丸めてください。この3つですね、そのまま後ろに転がる、これが締まってるっていう姿勢ですね。ゆりかごとも言うんですけど、じゃ締まってない姿勢ってどうかっていうと、締まってないと足とからがこう体がこうバラバラに動くんですよね。上半身と下半身が連結してない、それだと空中で鋭い回転がかかりませんから、ジャンプした後にさっきのゆりかごの姿勢でグッと体を締めると、くるっとねこう回転がかかりますから。ちなみに締めないバージョン、あんまり体を力入れないとすごいゆったりした回転になっちゃうんですけど、体をガチガチに締めれば締めるほど速い回転になってくんで、締め覚えてください。ここでこれでもダメなポイントを説明していきます。顎を返しすぎちゃって胸が開いてること、これだと丸のような状態じゃないと回転ってかからないじゃないですか。この状態って丸から崩れちゃってるんで、それだとあまり鋭い回転ってのはできないですし、初心者さんがやると頭からね落ちたりしますから、これまでのポイント、整理するとジャンプと引き上げ、この時は正面を見ててください。70度の方向にしっかり振り抜く、その後で、腹筋に力を入れる、顎を締める、背中を丸める。でさらにもし回転が足りないようだったら、腕の力を使って体を小さくすればするほどより鋭い回転がかかりますから、こう体操選手ぐらいになるとかなり小さく丸め込めますから、途中で開けるんですよ。これは持つところってどっちでもいいです。僕はこっちですけど、こちらが持ちやすい人がいますし、足を開くとねさらにこう回転がかかりもしますから、これも一つのねポイントです。はい、ということでバク宙のイメージクリアになったでしょうか。今日の動画は本当にどうやってバク宙が行われているかっていう、まあ、その動画だったので、今度はその練習段階の方、やっぱり、ね、こうトランポリンを使ったりマットを使ったり、まあ、どうやって補助するのかとか、まあ、今回の動画がね、まあ、好評だったらまたそういう動画も作っていきたいなと思います。コメント欄にね、リクエストなどお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
とかね、あと屈伸とかもね慣れてくるとできますから、皆さんも頑張ってくださいね。動画をご覧になっていただきありがとうございました。私がオーナーを務めておりますパーソナルジム上越 YG のことや個人のインスタグラムの方も、もしご興味があればぜひフォローの方お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。